こんにちは。こんにちは。くまぽんプラスです。はい。はい。9月ですが、うん、暑いね。暑い。ちょっと今日までノースリーブいいですか。ちょっと暑いんで。いや、いいですよ。いいですよ。暑いから。暑い暑い。だこのやっぱり暑いと、うん、もう胃腸も疲れてますよね。食欲がちょっと落ちたりする。そんな夏の疲れが出る胃腸でも食べられちゃうのが麺料理です。おお、ねえ。ねえ。ねえ。今の下がり麺です。で今日はですね、うん、あの県民の皆さんが意外に知らない絶品麺を紹介したい。おお、意外に知らない。はい。あ、そうな。このお店のメニューにラーメンがあるのとか、こんなお店で麺出てくるのとか、そういったちょっと意外性を求めていきたいなと思っております。楽しみ。ということで、はい、今日は絶品麺。麺麺麺麺麺麺。行きましょう。くまパワープラスは意外な麺特集。大衆食堂の限定ラーメン、すごい美味しい、コク。そしてバーでいただく麺料理、意外に知らない絶品麺が続々。東区サブローです、はい、サブローです ね、帯山から続く女子大通りですね、うん、ここが。おお、なかなか来ないところだ。そうね、はい、でここね、人気の定食屋さんがあるそうなんですけど、おいや気づくかな。いやいやいや、これですよ。わからないかもしれない。いや絶対これですよ。絶対これだ。定食屋さんだ。全力で定食屋って書いてありますけど、これ間違いないな。でポポポポポポ。なんだこれ、ポポ、のれんにポポポ。謎かけですか。全然わからん。全然謎は解けない。なんなのポポポ。ここですよね、間違いなく。行きましょう。帯山から続く女子大通り沿いにある大人気だという定食屋さん、のれんにはポポポという謎の文字が。お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。失礼します。わあ、広いね。広いですね。いいですね、なんかいいですよ、落ち着く雰囲気のね、定食屋さんって感じ。失礼します。店主の吉村さん。はい、そうです、ね。はい、ポポポってこう、はい、のれにありましたけど、あれどういう意味のお名前なんですか。まあ特に意味はないんですけど、はい、あ、分かった。いろいろ。ネズミ年でしょ。いや違います。ネズミ先輩。先輩じゃないですか。違います。先輩じゃないですか。違います。先輩じゃないですか。いろんな人に覚えてやすい、覚えてもらいやすい名前でずっとそれを考えてたら、最終的にポポポってなりました。じゃあもうパパパでもペペペでもよかったですね。ペペペでもよかったわけ。でもポポポっていいですね。ポポポがやっぱ一番いいですね。吉村さんご夫婦で営むオープンから3年目を迎えたポポポ食堂、地域の人たちを中心に幅広い世代から愛されている人気食堂で、とにかく多くの人たちから覚えてもらえるような響き、ポポポという言葉を店名にしたそうです。いや、なんかすごい人気の定食屋さんって聞いたんですけど、お客様はやっぱかなり多いんですか。うん、まあ、ちょっと特にお昼時はバタバタやってますね。多い日は何人ぐらいお客さん来られる。多い日は昼だけでも7、80人ぐらい。わー、すごい。7、80人そんなに。いや、だからちょっと今日は、うん、定食食べようかな。いや、でも本当は今日は、まあ、そうですよね。一回食べますか。一回定食食べさせてくださいよ。はい。今回は麺料理のはずなんですが、せっかくなので大人気だというお店のおすすめ定食をいただくことに。あ、びっくりした。こんなでかいお盆が売ってるんですね。え、そっち。いや、俺定食屋でこれ多分これ最大ですよ、今まで見たお盆の大きさ。いや、小鉢の量が多いですもん。そこにぎっしり乗ってますもんね。うん、ちょっと、しかもタルタルもこんなにタルタル量がすごくないですか。タルタルとソースこんなに入れられたらもうすごいですね。すごい、これはごちそうだよ。早速メインのサーモンとチキンのカツをいただきます。
サーモンカツいっていいですか。サーモンカツを。サーモンカツはどっちがいいんですか、タルタルとソースは。タルタルの方が合うんじゃないかな。タルタルに決まってんじゃない、あんた。ごめんなさい。愚問だよ。タルタルが目の前にあるのにタルタル使わないなんて、あなた。そんなね。そんな選択肢ないよ。そんな熱量で言います。腹立つわ、あ、マジで。怒るとこ謎。7年で一番腹立ったよ。いやいや、もうね、タルタルがね、もう卵の色なんですよ。ほんと黄色が強い。うわ、うめえなうわ、柔らかい、ふわふわ、身がふんわり、ほんとに美味しい、とろける、脂乗ってますね、すごく。そうですね、もう刺身で使えるサーモンですから。うわ、溶けるよ。でもタルタルがすごいいいですね。と玉ねぎのフレッシュな、うん、いい香りと旨味と、もう卵のね、あの甘みみたいなのもしっかりあるしね、うん、僕ね、これタルタルがちょっと多いんじゃないかと思ったけど、これ全部いくね。結構乗せますね。あ、もうタルタル大好き。分かったでしょ、俺が、うん、怒った。本当、本当すごい好きですね。タルタルだけでビール飲みたいぐらいです。本当に。メインのもう一品、チキンカツ。こちらはソースでいただきます。うわ、いい音する。うわ、もうどんどん肉汁出てくる。もうそれだけのために下味つけた、出汁を含ませて、カツの。あ、カツがもう下味ついてるんですか。出汁がじわって出るように。もうちょっとジューシーさがすごいですもん ね、 ですよね。こんな定食食べられるって羨ましいっすね。え、こう上のアパート空いてます？分からないです。通ったらいいんですよ。住み込みたいぐらいなんですけど。いや、定食が美味しいのはね、分かりましたけど、今日は意外と知られてない麺特集ですよね。ですよ、陽平さん。そうでしたっけ。定食屋さん特集みたいになってるけど、今日麺なんですよ。麺だ、はい、麺があるんですか、麺は。このお店週に1日だけやってるメニューがあって、ーラーメンをやってるんですよ、うん、週に1日だけ。ラーメン1日だけって何曜日。日曜日です。日曜日だけ。ラーメン日曜日のお昼だけ。本題の意外と知られていない麺料理、実はポポポ食堂では日曜日のお昼限定でラーメンを提供しているんです。お待たせしました。お待たせしました。タンレの塩ソースですね。ありがとうございます。うわ、美味しそう。綺麗、透き通ってる。こちら、ロイドの黒醤油ラーメンです。お、はい、いたしました。あ、白と黒 だ。いい香りする。こちらは黒醤油ベースのラーメンロイロ、そして白醤油ベースの透き通った透明なスープ、タンレイの2種類です。まずは陽平くんがこちらの白醤油のラーメンを。綺麗なスープですね。白醤油。そうです、白醤油のラーメン。いただきます。あ、すごい美味しい。コク、だしと醤油のまろやかな、ちょっとこう甘みみたいな感じでしょうかね。コクあるけど本当に透き通ったいいお味ですね。麺綺麗。麺はちょっと平たい感じですかね。割と押し返しのいい、あのもちっとした食感です。あのこの透き通ったスープしっかり絡んできますね。羽にしっかり絡んでくるようなイメージかな。美味しそう。いい香りするもん。ちょっとあと15分ぐらい待って。もういいですか。もう待ってない。フッチーは黒醤油ラーメンロイロ。醤油が違うってことですか。使う醤油、醤油が違います、はい。綺麗、こちらも、うん、あ、おいしい。なんだろう、なんか
出汁とやっぱ甘み、こちらも甘み感じますね。そうですね。ね、うん、なんか醤油のツンとした感じは全くなくって、うん、もうお出汁がメインのスープですね。出汁、うんうん、はどんなものを使ってらっしゃるんですか。イワシとか、あと昆布、カツオとか。はあ、うん。あと椎茸とかですね。あ、椎茸。なるほど。うん。もくもく。美味しいね、麺の弾力が噛み締めて、うん、旨味がすごく出てくるんですよね、うん、スープの旨味が。そう、スープ吸ってるというか、よくしっかり出てくる感じですね、うんうん。チャーシューは鶏胸肉と豚バラ肉の2種類を入れるこだわり。うんうん、結構食べれない。そろそろ覚えなさい。あなたの口の容量を。あの、例えば、うん、日頃何かこう定食に使っているお肉をチャーシューにするとかってわけじゃないんですか。あ、いや、それはないですね。もうラーメンの日のため の、 あの仕込みです。それは全部全てラーメンのための素材、ラーメンのための仕込み。そうです。そうです。なんでそんな不器用なんですか。不器用ですよ、ね、不器用でしょ。だって、ね、もうちょっとコストとか儲けもうちょっと考えようと思ったらさ、令和の高倉健だ。不器用ですから。かっこいいわ、定食界の高倉健だわ。高倉健。